ネットで見つけた怖い話。第6777話、パイプラインの内部点検。あ、へいところの恐怖出られない。197、本当にあった怖い話。ID、5BBXB3TK0。俺は、以前、海運会社の航海士だった。入社してすぐのこと。乗ってた船が定期点検で造船所に入り、普段入れない場所をいろいろ話して、内部を点検してた。当時乗ってた船は、全長が300メートル以上ある、超大型タンカーだった。その船の原油タンク内を走ってるパイプラインを、内部から点検することになった。超大型タンカーともなると、デッキ、甲板、から船底まで30メートルもあり、パイプラインは、その船底に沿って走ってる感じだった。そして、パイプラインの太さは直径60センチメートル。よく覚えてないが、長さは直線で最低でも150メートル以上、多分200メートルくらいはあったはず。曲がりくねったラインでなく、一直線のラインだったからまだ良かったけど。もちろんパイプラインの中は真っ暗。上司と二人で入ることになったんだが、それでもへいところ恐怖症の俺にはガクブルでしたよ。198。確か、途中一箇所縦穴になってる箇所があって、そこにはまったら助けようがないから気をつけろ。って言われた。入り口からして、バルブの間の狭い隙間から無理やり入り込んだ。両肘にプラスチックのサポーターをつけ、懐中電灯を持って、真っ暗なパイプの中を四つん這いになり、先を行く上司の後を必死で這い進んだ。シンガポールの造船所だったから、すごく蒸し暑かったし。一応、内部点検の目的で入ったんだが、下っ端で何の責任感もなかった俺には、周囲を点検しながら進む余裕なんてなく、ただひたすら早く出口にたどり着きたい一心だった。でも、当時は他にも大変な仕事がたくさんあったからか、出口にたどり着いてほっとしたとか、そういったことはあまり覚えていない。俺が入ったパイプラインは直径60センチメートルだったけど、その時一緒に入った上司は、以前に直径45センチメートルのラインで、同じように点検に入ったって聞いた。直径45センチメートルのパイプラインの中を、200メートルも這い進むなんて、マジで気が狂いそう。199。ちなみに、上で書いたような超大型タンカーの油タンクって、少なくとも10以上には区切られているけど、特に小さいのを除けば、床面積は体育館くらい。前述の通り、高さは30メートルほどあるがらんとした空間。出入り口は、直径1メートルほどのハッチを除けば、その辺の道路にあるような大きさのマンホールが数箇所だけなので、そこから光が差し込むだけで、とても広大で薄暗い、独特の雰囲気の空間。ただ実際は、船底や外壁から無数に強度材が張り出していて、デッキから中を覗くと死角が多い。200。で、上から覗いただけで、よく確認せずに全部のハッチやマンホールを閉じてしまうと、もし点検で中に人が入ってた場合、当然閉じ込められてしまう。タンカーってのは、静電気でも石油ガスに引火して大爆発を起こす可能性があるので、一度油タンクを締め切ると、酸素濃度の非常に低いガスをタンクに送り込み、酸素をタンク内から追い出して、爆発が起きない条件にしてしまう。つまり、蒸気のようにタンク内に閉じ込めらると、真っ暗な中、じわじわと酸欠になって死んでしまう。実は以前、どこかの船でそんな事故があって、発見された死体は入り口付近に倒れてて、入り口のハッチを爪でかきむしった跡が無数にあったとか、そんな噂を聞いたことがある。まあ、実際にタンク内にガスを送り込むのは出航してからだし、それまでに乗組員に欠員があれば、船内をくまなく探すだろうから、多分ネタだろうけど。でも、最近は定期点検のための造船所は、経費節約のため東南アジアあたりが選ばれることが多く、そういった地域の日雇いみたいな労働者が、タンクに閉じ込められて一人行方不明になっても、
現地の連中は真面目に探さないかも。とにかく、あのがらんとした薄暗い空間に一人で入ってると、そんな噂も現実味を帯びて感じられたものだったよ。ネットで見つけた怖い話。第6778話、冷凍庫で保存。僕らの知らない生活をする人たち17人目。811。806私は、下っ端の航海士だったので、船長ではありませんが、現在、航海中に船員が亡くなった場合、伝染病などでない限り、食料用の冷凍庫で保存でしょうね。船には船舶衛生管理士という資格を持った乗組員がいて、こういった場合、横浜にある船員病院とファックスで連絡を取りながら、検視を行ったりするそうです。ただ、冷凍庫に遺体を安置しておくと、未明に朝食の準備をしたりするまかないが、怖くて近寄れなくなったりするそうです。812。811の続き。私が学生の時聞いた話ですが、昔、学生を乗せた練習船の機関長が、日本から欧州へ向かう航海の途中、夜間に急死してしまったことがありました。日本と欧州を行き来する航路は、私も何度も通りましたが、あまり他船に会うことはありません。ただ、その機関長が亡くなった時刻は、たまたま、日本の方向に向けて走る船とすれ違うところだったと。その瞬間、その日本へ向けて走る船に向かって、練習船から人玉が飛んだそうです。夜間航海中は、周囲の小さな漁船の明かりでも見逃すことのないように。操舵室内は真っ暗であり、船内からも明かりが漏れないようにしますので。当時操舵室にいた乗組員や実習生が、皆人玉を目撃したとのことです。きっとあの機関長の魂は、日本に帰りたかったんだろう。めったに他船に合わない欧州航路で、たまたますれ違ったあの船に乗って、日本に帰ろうとしたんだ。と、後になって機関長が亡くなったと聞いた目撃者は、皆そう思ったそうです。ネットで見つけた怖い話。第6779話、予習。花の色は移りにけりないたずらに我が身よに降る眺めせしまに。今日は3年の2月22日、伝承ではそうだが、実際は数日のズレがある。現在の茨城県大洗町から鹿島市。北茨城という話もあるが、実際は旧大野村が正しい。にかけての海岸に漂着した、漁集、うつろ船。の話、番組の王女として話は現在まで受け継がれているが、ガラス窓のある鉄でできた球体の船と、異国の美しい娘。年の頃は20歳くらい。と、娘が大事に持っていた大きな箱の行方についてだ。話は巨舟を発見した村人たちが口裏を合わせて、娘と一緒に船を海へ戻したというが、本当のところはそんなことはしていない。船も娘も村人のうちの誰かに得われ、今も残っている。海に返したと当時の人間が口裏を合わせれば、それで済んだことだ。もし得われたなら、漂着した海岸の村の有力者、すなわちそのあたりの地主が秘密裏に村の者たちと協力して、娘と船を隠し、育てただろう。船に刻まれていた文字が英語に似てるというが、どう見てもアルファベットには見えない。三角形ややそれをつなぐ線で描かれているし、船の中には川張りの座席、シート、が二つある。操縦桿は有線形の楕円形のハンドルだ。ガラス窓を覆っている樹脂は、松ヤニではなく合成樹脂だ。地球上にはない。先祖代々、箱と船は蔵の下に隠され、娘の子孫が嫁ぐまで隠されてきた。アルカ系とその異国風の娘の血縁が結ばれるまで、大事に隠されてきたのだ。運命といえばいいか。宿命の歯車といえばいいか。初代太陽神の孫の側近から離れ、故郷の者の血と結ばれた。ある勢力との関わりはここでさらに強まり、現在に至るようになった。誰も信じない逸話だ。103、14目、海へ戻した。以後は原点にないんだが。
誰も信じない逸話だ。それは逸話じゃなくて創作だろう W、誰が信じるか。104、巨舟の話は、江戸時代の噂をまとめた書物、怪奇譚の一つに過ぎないが、書き手も噂をそのまま書いただけに過ぎない。巨舟を見つけた村人たちが口裏を合わせて、真実は口をつぐめば、海に戻した、という結論で終わる。直径6メートル近くある鉄の船を運び隠しておくには、それなりの大きな屋敷でなければならず、その土地の有力者、つまり、地主が船と娘を得意、蔵の中で密かに娘を生かしておいた。藩主は小笠原という名のものだったが、旧王の村から太陽村、鹿島市の一部の地主の名前は違う。藩主はその土地の権力者ではあるが、村人たちの生活の基盤になるのは地域である。地主はコミュニティの長の役割も果たしている。全員が噂として済ませれば、その当時は、こんな SF まがいなことに調査に乗り出る学者もいなければ、調べ上げる大名や幕府も存在しない。他のことに一生懸命で、よた話を本気にするお偉いさんなんかいるわけないのだ。長い時間が過ぎれば、噂も焦っていき、証拠も消えて、ただの伝説になる。ただ確実な証拠といえる船や箱が後世に残され、娘の血筋、遺伝子、と、天孫降臨後のなら、大和国のある一つの家系が荒廃し、東北地方に身を置いた歴史が知られていない。敵対するある勢力が娘の存在を知り、根絶やしを図ったが、大和国の一家族の子孫が娘の子孫と結ばれ、意志は受け継がれたのだ。その頃から東北地方のある町では、皇室や世界各国の主要施設や、カトリック総本山のバチカンとの商業的な関わりが見え始めたのだ。あまり知られていないけどね、これは創作でも構わない話だ。ネットで見つけた怖い話。第6780話、投資投吉。大物女優が、有名な歴史上の人物を演じる舞台をやってた時に、その人物と同じ死に方をしたっていうのを聞いたことがあるが、海で水死、362。立木和子な。1992年に、投資投吉。の舞台の最中に事故し、生前、本人は異常に水を怖がっていたけど、皮肉なことに乗っていた車が海に突っ込んで水死した。投資投吉の片端受水自殺。因縁があったのかな。364。立木和子も投資投吉も、伊豆の海で死んだんだよ。役に引っ張られたのかねえ。立木が亡くなったまさにその時間。東京にいたマネージャーの家でいきなり、ネジも巻いていないオルゴールが鳴り出したそうだ。そのオルゴールは、マネージャーが立木からもらったもの。ネットで見つけた怖い話。第6781話、鈴と赤い布がついた棒。うちの近所の海は浜辺に、鈴をくくりつけた棒が立ててある。赤い汚い布の切れが巻いてあるんだが、昔、死体が流れ着いてくるとその鈴が鳴るらしい。その鈴の音が拝宮に聞こえるらしく、遺体の始末特用を拝宮がやってたらしい。毎年決まった時期、場所に死体が上がるという意味でもあり、地元では有名だ。鈴をくくりつけた棒に赤い布が巻いてあるのは、鳥居の代わりであるのかもしれない。浜辺だから、普通の鳥居では簡単に倒される。裕福でない乾村においては、鳥居を建て替えるなどの余裕はないから、棒を立てて赤い布だけを巻いたのだろう。海神を祀る院であった可能性がある。あるいは、神と呼ぶにはばかる存在であるので、鳥居の代わりに棒なのかもしれない。祀る村人の心に応えて、海で亡くなった人をそこに送り届けてくれるのだろう。ネットで見つけた怖い話。第6782話、パラオでダイビング。349、F1 パイロット、東京都、ID、YQKQSKQX0。
パラオにダイビングに行った時の話。ボートで数十分走り、有名なダイビングスポットに到着。ガイドさんを先頭に皆で先行開始、目の前に大きなカメが出現。ガイドさんは、捕まえる。皆はここで待て。とサインを出す。みんな、サンゴに捕まり待機。カメは意外と早く、ガイドさんは追いかけてどんどん深場へ。次の瞬間、カメが、兵隊、の姿見える。窒素酔いか？俺は、周囲のダイバーに確認を取ろうと振り返ると、皆の顔が引きつってる。お前らも見えるのか、ガイドさんを助けなきゃ。我々が水中ホーンを鳴らしたり、タンクを叩いても、ガイドさんは気がつかず、我々の視界から消えてしまった。ベテランの二人を残して、残りの人は緊急浮上。我々二人も数分後浮上したが、拾ってくれるはずのボートがいない。どうした？先に浮上した奴らを拾って帰った？ありえない。先に浮上した奴らが流され、それを拾いに行ったか？我々は流され始めた。あっという間に陸が見えなくなった。その後、数時間サメの恐怖に怯えながら漂流した。そして、捜査船に助けられた。後で分かったことだが、ボートはエンジントラブルで漂流、先に上がった仲間は行方不明。生き残ったのは我々だけだった。これが、今から十数年前に起こったダイビング事故の真相である。なぜ知っているかって？俺が生存者だからな。ネットで見つけた怖い話。第6783話、ホラジーマル沈没事故の生存者。うちの母が子供の頃、隣の家にかの、ホラジーマル、沈没事故の生存者が住んでいたらしい。その人は女性で、事故当時妊婦だったそうで、救出された時には身重の生存者として、新聞にも大きく取り上げられたらしい。今、関連記事を探してみても、妊婦の生存者の記事は見つからなかったが、その人から母が聞いたという、事故当日の話がちょっと不思議で、いわく、たくさんの魂が空に昇っていくのが見えた。とか、海に投げ出され溺れかけた時に仏様が見えて、気がついたら救助されていた。とか、あまり多くを語らないうちに、寿命で他界してしまったそうだけれど、母にはもっと詳しく聞いておいてほしかったなと思う。ホラジーマルって海難事故では、タイタニックに次ぐ2番目に犠牲者の出た事故なんだってね。生還。ホラジーマル海難、明日50年殉教外国人宣教師の妻ら、函館式典出席へ。連絡船、昭和29年ホラジーマル沈没。生還連絡船ホラジーマルは午後2時函館出港の予定だったが、台風15号の接近で風が強く出港を見合わせていた。午後6時、晴れ間も見えて天気予報でも台風がその頃通過し終わるということだったので、船長は出港を決断する。ところが台風は、実はまだ北海道に到達していなかった。風がまた強くなり、危険を感じた船長は、函館港から 5km しか進んでいないところで航行を中止。しかし、港に戻るのも危険と思われたため、怒りを下ろして風が弱くなるのを待つ。だが、水密が不完全な構造だった車両甲板から、機関室への浸水が起こり、機関が停止。ミサを船の自由を失う。船長は近くの海底に座礁させて船を止めようとしたが、海底の地盤が弱かったため支えきれず。海岸までわずか数百メートルの地点で、船体が大きく右に傾斜し、22時43分頃転覆した。激波のため大半のものが目の前の海岸にたどり着けず、乗員乗客1314人のうち救助されたのは159人であった。なお、この時、ホラジーマル以外にも下記の貨物船が沈んでいる。北見丸、70名死亡。日高丸、56名死亡。十勝丸、57名死亡。合わせた犠牲者は、最終的に1400人を超えた。ホラジーマル。慰霊碑。ネットで見つけた怖い話。
第6784は、海に立っている死体。海の底で仏さんを見つけたとき、その仏さんが立って、いるように浮いて、いたら、気づかないふりをして放っておけ。なぜなら、立ってる仏さんは強い無念を残して死んだから、同情して引き上げようとした人だろうと、構わず取り付いてくるからだ。この話はダイバーにとっては常識らしい、と、なぜか山に詳しい父が語ってくれました。横になってるのは余韻だって。本当かな？ 19. うろ覚えだが、似たような話で。ダイビング中に、立ったように浮遊している水死体に追いかけられ、命からがら逃げ帰ったが、地元の人に、一度死霊に見入られたら必ず命を取られるから、もうこの海には来るな。と言われて、全く海に行かなくなったダイバーの話を聞いたことがある。23、俺もあるな、今日だったかな。で、履物を貸せ。と言われて、渡したら海に放り投げて。これでよい。あれがお前の代わりになってくれたから。てな話だったと思う。ただの B さんが、重いものみたいにドブンと沈んだ。というくだりが怖かった。23、俺もそれに似た話で、週刊プレイボーイだったかな、読んだことある。水中スクーターで海中散歩をしていたら、海中の向こうに数人の人影らしきものが。近づいてみると、海の中を歩いている死体だった。そしてその死体に気づかれ、追いかけられながらも命からがら逃げてきた。ダイビングショップのマスターに話すと、残念だが、これから一生海には近づくな、引き込まれるぞ。そして寺？にと食われて、お札を張りめくらした部屋で一晩過ごして、なんとか助かるって。話。ネットで見つけた怖い話。第6785は、スクユーニー仏。職場の後輩が、高校時代に実際に体験した話。後輩の高校は船乗りの養成やってる学校で、実習で実際に船に乗って海にも出てたそうです。これはグアムだかハワイだかへの、遠洋実習の時の話です。航海から何日かした早朝に突然、船が航行不能になりました。船長、教官以下で原因究明したところ、機関には異常はないが、スクリューが動かないことが判明しました。船尾から観察したところ、どうやらスクリューに異物が絡まったとのこと。船尾から観察する限り、何か大きいものがスクリューに巻きついて、よく見ると大型のイカからしかった。巻きついていない触手が海に漂っているが、長さは少なく見積もっても15メートル以上はあった。基準は船体で、約50メートルだったそうです。イカの本体は船体の下に入って確認できず、おそらくすでに死んでいる。スクリューを落点させても触手は排除できず、直接取り除く以外ない。結局、ロープとカラビナでダイバー要員が2人、ナイフとノコギリを持って、潜航作業のため海中へと消えていきました。2から3分でダイバーが1人浮上し、作業は困難で1時間以上はかかる。のと、絡まっているのは、見たこともないくらいの大型のイカ。と言った。ダイバーは作業に戻り、浮き沈みしながら30分ほど経った頃、突然2人のダイバーが一緒に浮いてきて、何か叫んでいます。2人は早く上げろ。と叫んでいました。わけもわからず、船上で数人が2人のロープを引き上げました。最中に、船に少し大きめの衝撃に続き、地震のような揺れがありました。それはダイバーを引き上げた後も数秒続き、最後にまた大きな衝撃とともに収まりました。船上のいる者は一斉に海中を覗き込みます。皆声を失いました。船長以下が水面に見たものは、巨大なイカの本体部分と、それを加えたありえない大きさのサメの余影でした。水深は約3メートルほどを、木桟で畳6畳ほどのイカと、体長20メートルほどのサメの余影。シルエットでしか目視していないが、間違いなくホホジロザメに似た形。それはそのまま海底へと消えていったそうです。
俺はこの話を聞いたとき、マッコウクジラかジンベイを剣間違ったのではと疑いましたが、同乗していたベテラン元のダイバーも、間違いなくホホジロザメだと譲らないし、ジンベイがそんな大きいものは食さないとのこと。結局スクリューは、シャフトを曲げられ作動不能になった。おそらくサメらしきものが、絡まったイカを無理やり引きちぎったのが原因らしい。吸ったもんだして、救難信号で通りかかった日本行きのオーストラリアの商船に牽引してもらい、数日後には日本に帰国したそうです。スクリューに絡まったイカの足は、ほとんど消えていたそうです。さて、彼らの見たものは一体何だったのでしょう？一体船長はどう報告して、航海日誌には何を書いたのか、興味が湧きます。心霊とかじゃなくて、ユーマ系の話でした。今日のオカルトスレ。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？どこかに存在する山神様。リンク。松谷美代子。現代民はこう、に出ていた話。終戦からいくらも経ってない頃と思われます。当時の家は、台所が土間のままってのいうのも多かったんですね。記憶を頼りに書いてるので細部は違うかも。タクシー運転手の奥さんが、まだ5歳になったばかりの子を、残して亡くなった。父親は仕事で出かけている時間が長く、その間隣の家に子供を預けていたのだけれど、深夜になっても帰ってこないのものだから。親切で面倒を見ていた隣人もさすがに痺れを切らして、子供を一人の家に返してしまうことも多かった。子供は寂しくて、父親が帰ってくるまで、親の名を呼んで、泣いていたそうだ。ある晩、子供の泣き声がピタッと止まり、笑い声が聞こえてきた。隣人は、ああ父親が帰ってきたのだな、と納得したのだけど、そのしばらく後に父親の帰宅する音が聞こえてきて、父ちゃんお帰り、と子供が出迎えている。そうした夜が何晩か続いて、不審になった隣人はある晩、子供の様子を見に行った。子供は、暗い部屋で一人で喋っては笑っている。その様子が、誰かと話しているもののようなので、翌日、父親に、そのことを話した。父親は、子供に毎晩誰と話しているのか、と尋ねた。母ちゃんだよ。おいらが寂しくて泣いてると、母ちゃんが来て、抱っこしたり、頬ずりしたりしてくれるの。それで母ちゃんはどっから入ってくるんだ？子供は、土間の縁側を指さした。あの下から、ニコニコしながら張って出てくるよ。それから父親は仕事を変えて、早く帰宅するようになったそうだ。愛花はいじめが原因で学校を転校する。早くたくさん友達を作って、家に呼んでね、と母に送り出される愛花。しかし新しい学校のクラスメイトたちは妙に態度がよそよそしく、なかなか話しかけてくれない。その上、愛花の持ち物が盗まれたり、無言電話がかかってくるようになる。愛花は、これはいじめでは、と思うが母を心配させたくなくて言い出せずにいた。そんなある日、愛花は机や椅子に不気味な模様が書かれているのを見つける。それは呪いのおまじないのようだった。ショックを受けた愛花はついに手首を切って自殺してしまう。愛花の葬儀で、愛花さん、なぜ死んでしまったの？と号泣するクラスメイトたち。母は、あなたたちが愛花をいじめて自殺に追い込んだんでしょう。あの子の日記に書いてあったわ、
とクラスメイトたちに詰め寄る。しかし事実は全く違っていた。クラスメイトたちは可愛い愛花と仲良くなりたいと思っていたが、そのきっかけがつかめず、結果的に彼女を遠巻きにするような形になってしまっていた。物を盗んだり無言電話をかけたのも愛花への憧れの気持ちからだった。あの不気味な模様は、呪いのおまじないではなく友情のおまじないだった。一人、愛花の家に向かって語りかける母。お母さんね、昔、親友に友情のおまじないだと偽って不幸になるおまじないを教えたことがあるの。だって彼女の彼が欲しかったから、その彼があなたのお父さん、その報いなのかしらね。葬儀からの帰り、愛花のクラスメイトたちが話しながら歩いている。ねえ、今回のことだけど愛花さんが誤解したのも無理はないと思う。あの友情のおまじない、後で調べたら本当は不幸になるおまじないだったの。そんな、あのおまじないを最初に言い出したのは誰？確か先生ですよね。女教師は冷たい微笑みを浮かべながら言った。そう、昔、親友から教わった友情のおまじないよ。星新一のショートショートのようだ。20. How am I な？確かにショートショートっぽい。二十歳くらいの頃、一人暮らししてた時の話。ある夜、一人でベッドに入ってうとうとしてたら、いきなり耳元、至近距離からめちゃくちゃでかいおっさんの声で、って声が聞こえた。超びくって飛び起きたら誰もいない。ただ、わははははははは。っておっさんの笑い声だけが自分から遠のいていった。俺もそういうのたまにある。うとうとしてて、いきなり脳内に誰かのでかい声が響いてビクッとなって。これって幽霊なのか夢の世界に入りかけてたからなのかわからなくて戸惑う。陽気なおっさんですね、笑いながら走り去るおっさんを想像して。殺伐とした世の中に、爽やかな一筋の風が吹いた気がしました。幽霊って、そういういたずらするのかな？中学の修学旅行、女子5人で怖い話をしてたとき、いきなり私の左耳元で、ボソ、ボソボソ、と男の太くて低い声が、えらくこもってて、何言ってるかは聞き取れなかったんだけど、すごく近くて、息が吹きかかってる感じさえした。死ぬほど驚いて、両手で左耳を押さえて、キャーって叫んだら、他の4人は、え？何？どうしたの？って感じで静まり返った。でもその3秒後くらい、左隣にいた S ちゃんが、同じように耳を押さえて、キャー。私と S ちゃんだけ、お互い何が起こったのか理解してるから、聞こえた。近い。何言ってた。わかんない。って言いながら反響欄になった。私と S ちゃんが特に怖がってたから、いたずらされた感じがした。そういうお茶目な幽霊になりたいわ、わら。小学校の頃、海沿いの青少年の家でクラス合宿があった。近くの神社までの道を往復するという肝試しをした後、あとは寝るだけという時間帯がやってきた。怖い思いをした直後の妙なテンションのせいか、僕らは男女合わせて8人のグループで建物の1階の奥にある談話室に集まった。消灯はついさっきのことだったので、まだ先生が見回りに来る可能性があったが、見つかったらその時だ、と開き直っていた。なぜならその中に一人、怪談話の得意な奴がいたのだ。普段は目立たないのに意外な才能というのか、とにかく彼の話す怖い話はとつとつとした語り口と相まっているような雰囲気を作り出していた。
僕らは夢中になって彼の言葉に耳を傾けた。いや、その場から離れられなかったというべきか。畳式の談話室は背の低い本棚が壁際に並んでいるだけで、その本棚に車座になった僕らの影がゆらゆらと揺れていた。エンジンの真ん中に、彼がろうそくを立てているのだ。いつもは体育の授業も休みがちで、青白い顔をして教室の隅でじっとしているイメージの彼が、その時は僕らを支配していた。誰ももう寝ようなんて言い出さなかった。一人で部屋まで戻れと言われるのが怖かったのだ。淡々と話は進み、女の子たちの顔が次第にこわばっていくのがわかった。男の子の方も半ば強がりで次の話を早くとせがんでいたが、それも恐怖心を好奇心にすり替えようと自分を騙しているのに違いなかった。ふっと話が途切れ、部屋の中に静寂がやってきた。彼はちょっと休憩というように手を挙げ、持ち込んでいた水筒に口をつけて喉を動かしている。スン、と誰かが鼻を鳴らし、連鎖するようにスン、スン、という音が静まり返った談話室の中に流れた。そんな空気にたまりかねたのか、男の子の一人が無理に明るい口調で言った。こんなゲームしようぜ。みんな目をつぶって、今幽霊がいそうなところを同時に指さすんだ。そんなことを言い出したその子に、男の子も女の子も戸惑ったが、面白そう、という彼の一声でやらざるを得ない雰囲気になってしまった。じゃあ潰れよ。言い出しっぺの子がそう言って、僕もいやいや目を閉じた。急に自分の心臓の音が大きくなる。もう指さした？そんな声が聞こえ、慌てて適当に指を刺す。いそうなところを感じたわけじゃない。なんだかそれを感じようとするなんてことは、しない方がいい、と思ったのだ。目を開けろ、という声が聞こえて恐る恐るまぶたを開く。キャッという短い悲鳴がした。ほとんどみんなバラバラの場所を指さしていたが、その中で女の子が二人、ほとんど同じ方向に指を向けていた。やだー、なんてふざけて見せているが、声が震えているのがわかった。次の話。と彼がぼそりと言って肩を少し突き出す。僕らはろうそくの火に顔を近づけた。車座が小さくなる。また彼の寒気のするような話が始まり、なぜか不思議な余韻の中で終わる。息を吐く音がそれぞれの長さでかすかに聞こえる。また幽霊がいそうなところを指さそう。同じ男の子が言った。ああいい音強がって別の子が目をつぶる。他のみんなもつられて目を閉じた。少なくともこの僕は、一人だけ目を開けているのが怖かった。じゃあ目、開けて。そう言われて目を開けると、今度は男女のペアが同じ方向を指さしていた。僕は、思わずその白い壁から視線を逸らせる。何か見えてしまう気がして。その後も彼が一つ話をするたびに、この霊感実験のようなゲームは行われた。ゲームを言い出した本人も血の気の引いたような顔をしている。けれど誰もやめようとは言わない。全員が抜け出せない繰り返しの輪の中に囚われてしまっているようだった。そしてやがて気づき始める。指を指す方向がだんだんと揃い始めていることを。目を開くたびに息を飲む音がして、みんなの視線がそちらに向く。今度は4人がほぼ同じ方向の窓を指さしていた。厚手のカーテンがしてあって、外の様子は覗けない。きっと外からもろうそくの小さな明かりは見えないだろう。へへー、と誰かが照れたような笑い声を漏らした。誰も窓の外、カーテンの向こうを確認しようとはしなかった。みんなそちらからぎこちなく視線をそらすだけだった。
次の話。と彼がまたひっそりと言った。その彼が喋り始めてすぐに、今までの階段とは違うことに気づいた。真夜中に子供たちが集い、霊のいる場所を当てる指差しゲームをする話だった。まるで僕らのことのようだ。一話二話と話が進むにつれ、だんだんと指は揃い始める。二人、三人、四人、五人。そして最後の話が終わった時、全員の指が同じ場所を向いた。そこで彼の話は終わった。はずなのに、みんな息を吐かない。これからその続きが始まるのだ。目をつぶって。と彼は言った。誰も逆らえなかった。僕の前にはろうそくの揺らめきだけが闇の中、陽炎のように残っている。僕らが沈み込むように丸く座っている談話室の、あらゆる方位がぐにゃぐにゃと動いているような気配がある。どこを指さしても、とても嫌な場所を指さしてしまいそうな予感がした。震えながら、手が動く。目を開けて、と闇の中から声が聞こえた。そして僕たちは全員が同じ方向を指さしているのを見た。大学一回生の春だった。僕は、大学に入って早々に仲良くなった先輩と二人きりで心霊スポットを訪れていた。その人は怪談話の好きだった僕が全く叶わないほどの怪しい知識を持っている怪人者で、僕は、彼を師匠と呼び、行く先々について回っていた。この世には、説明のつかないことがあるものだな。山場との声が彼方から聞こえる暗闇の中で、小さなランプが僕らの顔を照らしていた。僕のとっておきの体験談を聞き終えて、師匠は一言つぶやいてうなずいたきり反応しなくなった。何も言ってくれないと怖さが増してくる。今いるここは人里を離れ山道をくねくねと登ってようやくたどり着く、打ち捨てられたようなプレハブ小屋だった。いろいろな資材らしきものが散乱し荒れ放題に荒れていたが、中は広い。ブルーシートの埃を払ってその上に座っていたが、何もない空間が身体の外側に張り付いて、無性に冷える。心霊スポットに居座って怪談話に興じるという無茶を、よくやれたものだと思う。話している最中から変な気分だった。ここには二人しかいないはずなのに、もっと多くの気配が聞き耳を立てているような気がしていた。その、指差しゲームは初めてだったんだな。ようやく師匠が口を開いた。そうです。多分、みんなも。それがどうかしましたか。師匠は目を細めながら口元を緩めた。最後、みんながどこを指差したか、当ててやろうか。驚いた。そして同時に、その談話室の中の詳しい様子を説明してないんだから、わかるはずはないと思った。お前の話だけでわかる。師匠はさも当然のように言い切った。僕は、少し緊張する。わかるはずはない。けれど、不気味な雰囲気の漂う夜のプレハブ小屋の中では、その確信が揺らぐ。ランプの周りを飛ぶ小さな羽虫の音を聞きながら、暗闇に浮かび上がる顔を見つめる。全員、その怪談話をした。彼、お指さした。そう言いながら師匠は僕の眉間のあたりに指を向け、ついでその指を隠すように握り込む。と、言いたいところだが、違う。なぜなら、と続ける。お前は一度もそのゲームを真剣にやろうとしていない、霊の気配を探すなんてことは恐ろしくてできないからだ。むしろ、自分の指がそんな場所を指すことを恐れている。他の人と同じ方向を指さしてしまえば、本当にそこに霊がいるような恐怖心を抱いてしまう。
そう思っている。だから役に、何もない場所をさなくてはならない、という脅迫観念にとらわれてしまうことは想像に難くない。そしてそれはゲームが進むにつれて、その場のみんなの共通意識になっていった。師匠の言葉は揺らぎのない不思議な自信に満ちていた。最初に女の子二人の指が揃った後、多分みんなこう思った。もう一度、あの方向に揃うのは怖すぎる。と。だから意識的に、あるいは無意識にその方向を避けた。そしておそらくその方向から全く離れた場所、例えば反対方向にたまたま別の男の子と女の子が指を揃えてしまう。そしてみんなは思う。あそこもダメだ。と。また、指をさせる方位が減る。自然、次に指が揃う確率が上がる。繰り返せば繰り返すほど。す、と文字を書くように指を虚空に走らせながら師匠はプレハブ小屋の中を見回す。そして、彼、が今の自分たちの置かれた状況とそっくりな階段を始める。これは反則だ。どんなに怖くてもお話の中、というフィルターが外され、階段が現実を侵食し始める。子供たちの心が恐怖で満たされていったことは間違いない。そうして、たった一つの脅迫観念に支配される。次は絶対に他の人と同じ方向を指さしてはいけない。と。まして彼の語った階段の結末である、全員が同じ場所を指すなんてことは、絶対にあってはならない。師匠は指を下ろし、そのまま頭を垂れた。だから、みんな目を閉じたまま考えた。絶対に他のみんなが指ささない場所、そんな方向に霊がいるはずがない場所、いそうだなんて、思いつかない場所。不意に寒気がした。まさか、師匠には分かってしまうのか？そこは、その談話室は、一階にあった。だから、師匠は顔を上げて右手を突き出し、その人差し指をゆっくりと真下に向ける。みんな、下を指さした。その言葉を聞いた瞬間、頭の中に鮮明な記憶が蘇った。女の子の悲鳴、男の子の悲鳴。バタバタとどこへともなく逃げ惑う足音。全員の指が下を向いたとき、僕は、得体の知れない金切り声を耳元で聞いた気がした。背中に重くて冷たい液体が流し込まれたような気がした。とにかくその場を離れようとして誰かにぶつかった。転んだ僕の目に、ろうそくの前で驚愕の表情を浮かべて硬直する彼の姿があった。やがて談話室からわめきながら数人が飛び出していき、その騒ぎを聞きつけて先生が寝巻き姿で走ってきた。僕らは散々に怒られ、一発ずつビンタを頂戴した。特にろうそくを持ち込んだ彼は、先生の部屋に担がれるように連れて行かれてしまった。怪談話をしていた時の落ち着き払った態度は消え失せ、ごめんなさいごめんなさいと泣きわめいていた。よく、わかりましたね。そう言うしかなかった。改めて、この人はすごい人だと思った。おそらく全員の指は厳密にはバラバラだったはずだ。自分の真下や、畳の上のどこか、いずれにせよそれまでに二人以上が同じ方向を指さしてしまったようには揃っていなかったと思う。でも目を開けて、他の子の指が向いている方向を見たとき、みんなの意識は、下、というその記号だけを認知していた。そう指摘されて初めて気づいた。確かに、指は揃っていなかった。なのに、揃った、と錯覚していた。思い込みの強い子供に、そのゲームは酷だったな。師匠は口元だけで笑った。僕は、左腕をさすりながら肩を縮める。あの恐怖体験に、そんな心理トリックが隠れていたなんて。ふと頭の中にかすかな引っかかりを覚えた。あれ？だとすると変だ。この世には、
説明のつかないことがあるものだなって言いませんでしたか。僕の話を聞き終えた後、確かに師匠はそう言った。しかしその直後、見事に心理的な説明がついてしまった。あの時には全て飲み込んだ言葉のように聞こえたのに、なんだかあっけない。誰が、その話のうちのことだって言った？師匠がゆっくりと言葉を吐く。その瞬間、ゾクリと肌が泡立った。ランプの炎明かりの中で首をめぐらせて、蜘蛛の巣が煙のように覆っている小屋の四隅に視線をやりながら、師匠は語り始めた。ここは、倒産した土建会社の資材置き場だったらしい。それがどうして心霊スポットになったのか、まだ話してなかったな。まあ、あっさり言うと、社長がここで首をくくったんだ。そこの柱にネクタイを巻きつけてな。ランプをそちらに向ける。何かおぞましいものでも見たように、僕は、思わず身を引いた。で、その後夜中に小屋の前を通ると窓の内側に誰か立ってるのが見えるって噂が立った。その窓の向こうの人影は、異様に首が長いんだと、死んだ社長が浮かばれない自爆霊になって今もこのプレハブ小屋の中をさまよってるっていう話だ。ところが、都市省は一泊置いた。社長が首をくくった理由をたどっていくと、面白い別の噂に突き当たる。カタン、トランプを置いて立ち上がった。ブルーシートから出て地面の上を円を描くように歩き始める。土建会社が倒産したのは、資金繰りが悪化して不渡りを出したからだが、その資金繰り悪化に止めを刺したのが、ずさんな設計で始まった地元の自治体の公共工事を最低制限価格ギリギリで落札してしまったことだ。設計の通り行おうとする限り工期は遅れに遅れ。自治体の担当と官官ガクガクのやり取りを繰り返しながらキャッシュフローが目に見えてよどんでくる。なんとか工事は終え、自治体からの支払いも完了したが、その頃には土建会社としての足腰はボロボロになっていた。そしてその1年後に倒産、という流れになるんだが、実はその公共工事の最中にある事件が起こっていた。ピタリと師匠は足を止める。基礎工事をするために地面を掘り返していた時のことだ。現場監督と数人の作業員が、土の下から何かの異物らしきものを見つけてしまった。通常、貝塚やら古代人の遺構なんかの異物を見つけた者には教育委員会に報告する義務が生じる。しかしこれが工事をする会社には厄介な代物で、一通りの調査が終わるまでは工事を中断せざるを得ないし、場合によっては工事そのものが中止されることもある。体力のない中小の土建会社にとっては死活問題だ。だから、その報告を現場監督から受けた社長は、異物発見の事実を隠すことを指示した。そしてその掘り起こされた異物は密かに別の場所に運び込まれ、埋め直された。もちろんその土建会社の私有地だ。すぐ後で、その土地の上にまるで覆いをするようにプレハブ小屋が建てられる。資材置き場として使われていたが、やがて土建会社が倒産の浮き目に遭い、社長はそこで首をくくって死ぬ。つまり、ここだ。師匠は静かに言った。空気の流れがほんの少し変わったのか、小屋の隅に積まれた藁の底から吸えた匂いが漂ってくる。続々となんだかわからない寒気が足元から這い上がってきたような気がした。一体、掘り出してしまったものは何だったのか、それは伝わっていない。この噂自体、工期を動かしていた作業員からのまた聞きで土建会社の元従業員たちの間に密かに囁かれていたものらしい。ただ、会社の倒産も社長の死も、その異物の呪いによるものではないかと噂されている。見つけてはいけないものを見つけてしまい、それをもう一度埋めてしまうなんていう、とんでもないことをしたからだと。社長が首をくくったのが本社や他の施設ではなく、
この山奥の資材置き場だったなんて、それだけで因縁めいているじゃないか。師匠は柱のそばに立って、それを撫でた。社長がネクタイを巻きつけたという柱だ。そしてその社長の霊が未だにここに囚われているというのも、底知れない、暗い重力のようなものを感じさせる。さっきから、遠くなったり近くなったりしながら、耳鳴りのようなものがしている。僕は、耳を塞ぎ、叫びたくなるのを必死で答え、それでも師匠の口元から目がそらせない。何かが立ち上ってくる。目に見えない何かが。お前は、このプレハブ小屋にまつわる話を全く聞いてない段階で、特にお題もなく怪談話をするのに、わざわざその小学校の頃の体験談をした、まるで選んだように。だから、言ったんだ。この世には、説明のつかないことがあるって。師匠は足音も立てず僕の前にもう一度座った。さあ、目を閉じて、指を誘うか。終わり。グッジョブ。お疲れ様です。なるほどこれは、いい階段。オツです。こいつは面白い話だな。今度階段するときにやってみるわ。オツ。なんだか立て続けに読めて贅沢気分 W。以前働いていた東京の会社で体験した話。この会社は8階建ての建物の6階部分をワンフロア曲がりしてオフィスにしていた。それぞれの階は100人以上が収容できる中規模クラスの建物だ。この建物のその他の階にはそれぞれ別の会社が入っていたのだが、収容人数に対してトイレの個室の数が極端に少ないため、非常階段を上り下りして他の階のトイレを利用させてもらうことがよくあった。この建物は夜、各フロアの最終退出者が施錠すると自動的にセキュリティが設定され、最終退出の後は2から3分のうちに空調及び照明が全て落とされてしまう。エレベーターもその階を素通りし、非常階段の鉄扉も内側からのみ開くようになるので、警備員を除いて、階段側から共用廊下へ侵入することができなくなるのだ。当時私の部署は納期直前の時期に差し掛かっていたため残業がひどく、早朝から深夜まで仕事に縛り付けられていたので、唯一の憩いの場がトイレの個室になっていた。夜10時頃になり、一呼吸入れるためトイレで休憩することにした。同僚から見とがめられるのを避けるため、わざわざエレベーターに乗り、8階のトイレの個室に入ってしばし携帯電話でニュースを読む。この8階は、我々の会社と同じく IT 関係の会社が1店舗入っていたと思う。ほどなくして、その階の最終退出者が施錠し、ピッピッピッという一定リズムの電子音が遠くで鳴り始めた。自動セキュリティ開始の合図である。それを意識の外でぼんやり聞きながら構わず携帯をいらっていると、2から3分のうちに全ての照明が落とされた。不意に目の前が完全な闇に包まれる。それまで静かに聞こえていた空調の音も消え、見えるのは自分の携帯電話から発せられるバックライトの光だけだ。このような状況にはこれまで何度か遭遇していたので、のんびり慌てずに霧の良いところまで携帯電話を操作して、いよいよ個室の扉を開けて外へ出ようとした時だった。不意に人の声が聞こえてきたのだ。その声はぼんやりとしていて話す内容まではよく聞き取れなかった。しかし聞き耳を立てていると、徐々にこちらへ近づいてくるようだ。最終退出の後、警備員が確認に来たのだろうか?すでに消灯されてから5分以上が経過していたので。
このフロアとは何も関わりのない私がこの場にいるのは極めて具合が悪い。とりあえず相手をやり過ごしてからこっそり出ようと、ドキドキしながら聞き耳を立て続ける。居室以外の共用部分はどの階も作りが同じになっていて、見るからに安物の実用一辺倒なみすぼらしいカーペットが敷かれている。そこからトイレに踏み込むと耐水性を優先したリノリウムの床になる。カーペットを歩けば軽い衣こすれのような音がするのだが、履物によってはあまり音が聞こえない場合もある。それに対してトイレにいればいかなる履物でもすぐにゴムがこすれるような、キュッキュッという特徴的な音を立てるため、仮に忍び足で歩いたとしても少なからず、摩擦音が聞こえるはずだ。声がいよいよ近づいてくる。しかし相変わらず内容ははっきりとしない。それどころかとても陰鬱なボソボソした独り言のような声なのだ。そもそも警備員が二人で歩いてきたとすれば、そんなに小さな声で話すだろうか？なおも、声が近づいてくる。心臓が徐々に激しく鼓動を打ち始める。その声はトイレの入り口のあたりに差し掛かったようだ。しかし何も足音は聞こえない。声からすると移動はスムーズによどみなく続いている。しかし衣こすれや足音が一切聞こえないのだ。どうし、こ、な、に、ど、し、こんな。不気味な声が近づいてくる。わずかずつではあるが、聞き取れる部分が増えてきた。だが、相変わらずボソボソとした声で、途切れ途切れにしか聞こえない。その声がトイレの入り口のあたりで一旦足を止めたようだ。本当に警備員だろうか？なぜなら足元の隙間から懐中電灯の明かりなどが一切漏れてこないのだ。数秒間その場に留まった後、再び声が聞こえ始めた。どうやらさらに近づいてくるようだ。どうして、こんな、に。どうして、こんな子、に。相変わらず足音は聞こえない。だが、どうやら自問自答するような言葉を繰り返しているようだ。俺は、入り口から最も遠い個室に入っていたのだが、すでに声の感じからすると入り口のすぐ横の洗面所のあたりまで近づいているようだ。そしてこれまで聞き取れなかった陰鬱な声がはっきりと聞き取れ始めた。どうして、こんなことに。どうして、こんなはずではなかったのに。その声を聞きながら全身の鳥肌が一斉に逆立つのを感じた。何かを後悔しているようだ。しかしその声が地獄の底から聞こえるような、非現実的な響きを伴っている。全身から嫌な油汗が流れ始める。鳥肌が一向に収まる気配もない。声の陰鬱さもそうだが、どうして足音がしないのだろう？そして、なぜこれほどの完全な暗闇の中を、一人ごとをつぶやきながらトイレに入ってくるのだろう？そういえば、8階のトイレは俺がこのビルで働き始めた2年前から、いつも故障中の張り紙が貼られた個室が一つだけあった。なぜ2年間も故障したまま修理されないのだろう？これまで別の階で水が溢れて大騒ぎになったことがあったが、その時はすぐに修理されて使えるようになったのではなかったか？まさか、と嫌な予感が頭をよぎり始める。その故障中の個室は、俺がいる個室のすぐ隣にあったのだ。個室のすぐ外、私のいる場所から1メートルも離れていない場所で。再び、どうして、こんなことに、という声が聞こえた。ぞくりとして身動きできないでいる、
呼吸すら全くできない。携帯電話は省電力のためにすでに消灯し、少し前から完全な暗闇になっている。自分の目が開いているのか閉じているのかもわからないくらいの完全な暗闇だ。その数秒後、何かを絞ったような、キシキシキシ、というきしみ音が聞こえたかと思うと、うぐ、ぐう、うー、という、くぐもった苦しげな声が、隣の個室の中から、聞こえてきたのだ。それと同時に、個室の壁をめちゃくちゃに暴れて蹴り飛ばすような、ドカン、ドカン、ドカン、という大音量が立て続けになり始めた。突然の出来事に死ぬほど怯えながらも、その大音量を合図に手探りで鍵を開け。うわぁ、と思わず叫びながらトイレの個室を飛び出した。しかし完全な闇で扉を開けた後も何も見えない。自分がどちらを向いているのか、出口がどちらにあるのかもわからない。慌てて携帯電話のボタンを適当に押し、しばらく待ってから淡い光を前方に向ける。隣の扉はやはり閉まったままだ、誰の姿も見えない。しかし、ドカン、ドカン、ドカン、という恐ろしい音が鳴り響いている。携帯を握りしめたまま、うっすらと見える道を必死に走り、転ばないように最小限の注意を払いながら非常階段を目指す。ようやく鉄の扉にたどり着いてドアのレバーを押し下げるが、扉が、ガツン、ガツン、と何かに引っかかって、押しても引いても全く開かない。うわぁ、ドアが開かない。開かない。誰か開けてくれー、と叫んだが、ふと見ると、のような形のドアロックを90度回して解錠しながら、レバーを下げなければ開けられないことを思い出し、転げ出るように非常階段へと飛び出した。その階段も真っ暗に消灯されている。もともと、胴体センサーで動くものを捉えて蛍光灯が点灯するようになっていたので、気にせず階段の手すりを手探りで探し当て、転げ落ちるように階段を駆け下りた。自分を追いかけるように背後から点灯していく蛍光灯。その光に励まされながら階段を降り続け、自分のオフィスがある6階までたどり着くと、非常ドアを引き開けた。いつもと変わらない明るい共用部分にほっとする。8階の開かずの個室だが、これまで変な噂は一度も聞いたことがなかった。我々の会社の他の人間も時折8階のトイレの個室を使う者がいたようだが、私のような体験をした者は一人もいなかった。この話は会社の誰にも相談できなかった。だがそれ以降、どんなことがあっても決して最終退出者にならないよう、気をつけたのは言うまでもない。すごく怖かったよ。おつ、俺がそんな体験したら発狂するな多分。よく無事で、日常に忍び寄る恐怖ってやつですね。心霊スポットに行く場合なら心の準備ができてるから、まだマシだけど。こういう日常生活のふとした瞬間に不意打ちで来るのは怖い。俺文才ないし、誤字脱字もありまくるかもしれないが、カバーしてほしい。俺の親の実家の墓には、明治以前の遺骨が入ってない。なぜかというと、その実家がある山奥の集落には独自の土着信仰があってなかなか仏教が定着しなかったから。というか、明治まで寺という概念がなかったらしい。その、土着信仰、なんだけど、結構特殊なものだった。とあるホラーゲームの影響で、俺は、学校のレポートの題材にそれを選んだ。そもそも土着信仰とは、外界との交わりのない集落において発生する集団睡眠が発展したようなものだと俺は、思っていたから、
その、土着信仰、を信じてなかった。正直霊的なものとも無縁だったから、この話をシャレコ忘れに投稿することになるとは思ってなかったけどね。まあ、それでその、土着信仰、は、簡単に言うと山を信仰していたという感じのものだった。その、俺の祖先とも言える人々が住んでいた集落は山に囲まれたところにある。もちろん海なんてバカのように遠いし、前述のように仏教より土着信仰が定着するような世界だったから。食料はほとんどが山の幸だった。魚も山の川で採れるもの、畑も山から流れ出る川の水が必要不可欠であったし。季節の山菜も大切な食料であった。もちろんイノシシやクマといった動物の肉も山なくしては得られない。山に支えられて生きてきた集落だったから、独自の、山中心の輪廻思想、が作られた。山の作った糧を得て、生活を営み、死んだら山に管理、山の養分となり糧を生み出すって感じ。そこで、また独自の埋葬方法が生み出された。それについては、後で述べたい。ただ、俺は、集落で聞き込むうちに、山が神格化させていたわけではなく、山に住む神様に対する信仰があり、そこから、山中心の輪廻思想、ができていたと知った。それが問題だった。その山に住む神様を、俺は、簡単に、山神、と呼ばせてもらう。その山神様の何が問題かというと、よくある鶏が先か卵が先かの話に例えたい。信仰対象であるものが同じもの、山、イコール、神様、の場合、鶏、イコール、卵、であり、どちらを先にしてもどちらも同じものなのだから問題ない。しかし、山、イコール、神様でないとすると、山が先にあり、信仰されていたから、そこに神様が生み出されたのか、それとも、神様がいたから、その山が信仰の対象になったのか、と、鶏が先か、卵が先かの問題が始まる。聞き込みを鵜呑みにするのなら、後者で間違いないのだが、俺は、山に住む神様だの、幽霊だのに俺は、会ったこともないのだから信じていなかった。集団催眠として扱うのなら圧倒的に前者の方が楽だったこともあり、俺は、その山神様の調査をはじめ、存在を否定しようとした。まず、以前聞き込んだ家も含め家を訪ね、山神様について聞き込んだ。おじいちゃんのおじいちゃんが見たことがあると、おじいちゃんから聞いたことがある。BY ヨボヨボのおばあちゃん、といった骨董品的な目撃情報や、ご丁寧に目撃した人物、場所、時間、山神様の格好、反応をまとめて本のようにされたものもあった。結果、二日かけて目撃情報を集めたのだが、面白いことが二つ分かった。が、その前に、その集落独自の埋葬方法について説明させてほしい。死んだ人間を棺桶に入れるところまでは変わらないが、その棺桶を、個人の家族が交代で担ぎ、近所の村人たちが鈴を鳴らしながら、山の中腹あたりにある割れ目まで運び、棺桶ごとそこに投げ込むといったものだ。その割れ目がかなり深いものらしく、そこに落ちていった棺桶は山と融合し、死者は大地に還る、ということらしい。割れ目の縁には石の塔があるのみで、墓というよりは儀式の場所に近いものと聞いた。さて、面白いことの一つは、その埋葬方法から、普通の火葬し墓に埋める方法に変わってから、山神様を見た者はいないということ。これは、山を信仰する儀式の風化により、山神様を信じる人間がいなくなったためだとも考えられる。つまりこれは集団催眠だと証明するにおいてかなり強いカードになる。そして、もう一つ。外見が一部分以外バラバラだということ。
ある時はイノシシの体だったり、人型だったり、羽があり飛んでいたりと、外見が一部を除いてバラバラだった。同じ一部分というのが、顔だ。すべて、石のような丸い顔に、白い苔が生えていてふさふさしていて。目の位置には触覚のようなものがある、ということだった。これも、インパクトのある部分以外違っているということ。つまりこれも集団催眠だと証明するにおいて強いカードだ。しかも、山神様は遠巻きに人を見ているだけで、逃げても追ってこず。追いかけると逃げ出すだけだった。つまり、話しただの、遊んだだの、直接的な接点はなく、遭遇者全員がただ見ただけであった。ここまで調べると、あとは儀式の場を見に行って、僕も探してみましたが現に山神用に合いませんでしたからそんなもんいません。ということにしよう、と俺は、布団に入った。翌日、バイクで近場のスーパーへ20分かけて行き。スポーツドリンクと、ポテトチップスのお寿司とコンソメ。ガム類、チョコ、おにぎりを買った。出発は午後2時を計画していた。話を聞くに徒歩30分ほどでその場所には着くらしい。一応聖域だということで、祖母に渡された線香と、買い込んだ菓子類をゆっくり詰めて、俺は、その、聖域、に向かった。砂利道を歩き、沢を越えたところで、もう本当に森の中だった。何年使われてないのかわからないが、荒れ放題だった。俺は、ポケットからイヤホンを出し、携帯につないで音楽を聴きながら歩いた。木の根っこを踏み越え、笹を避けていきながら、地図を確認し。このまままっすぐでいいことを確認すると、俺は、リュックの脇に差してあったペットボトルを抜き、スポーツドリンクをラッパ飲みした。太陽が見えて、手を下ろして、前を向いたらそこで30メートルほど先に、山神様、を見た。すごい不思議な感覚だった。ペットボトルを手に手入れたまま俺は、硬直していた。人型だった。全身真っ白で、顔が本当にふさふさした苔のような白い何かで覆われていて。目があるところに触覚みたいなものがあった。口は見えなかった。森像だっけ、あれから目と鼻と口と色を引いて触覚だけをつけたような感じだった。耳元で鳴っているはずの音楽も聞き取れないような、もう本当の無音だった。手足の感覚がなくて、目もそらせないまま、頭だけが動く、金縛りみたいだった。山神様も俺を見ていた、異常なほど体感速度が圧縮されたみたいに長い時間があった。すると、山神様が視界の中で大きくなってきた。俺は、山神様の全身を見ていた。山神様の手も足も動いてないのを確認していた。俺は、立ちすくんでいた。足が前に進めるなら逃げ出している。山神様が大きくなっているように見えたのは、何のアクションもなくこちらに接近してきていたからだと気づいた。あと10メートルほどの距離というところで、唐突にあることに気づいた。今まで近づいてきたという例はなかった。もし、山神様が人を食うとしたら、今まで崖に落とされた棺桶の中の死体を食べていたとしたら、人里に糧を与えていたのも人間がいなくなり死体を食えなくなるのを防ぐためとしたら、何十年も人を食えないで腹を空かしてたとしたら、俺が格好の餌としたら、歯がガチガチいった、距離はあと5メートルくらいだった。俺よりも二回りも三回りも大きかった。山神様の顔の触覚の下あたりの生物であれば口がある部分がもごもご動いた。俺は、死を覚悟しようとしてしきれずガタガタ言っていた。山神様の顔が視界から消えた、石のような見た目の腹が目の前を埋め尽くした。山神様がしゃがみ込み触覚が俺の顔の真ん前にあった、口の位置がもごもごしていた。という声が出た、何かが頭に触れた、八つ先にされ食われると覚悟した。寒しい。寂しい。寂しい。寒しい。俺にはそう聞こえた、
気づくと俺は、ペットボトルを手に立ちづくしていた。耳元で鳴る曲はスポーツドリンクを飲んだ時と変わっていなかった。俺は、耳からイヤホンを外すと、地図を確認し割れ目の縁まで歩いた。石碑が立っているだけの、谷みたいな場所だった。俺は、持ってきたポテトチップスうすしおの袋を開け、一枚取り出すとかじった。そして、袋の端を掴んで、割れ目の中に巻いた。コンソメ味も開け、一枚食べながら、同じように巻いた。線香に火をつけると、地面に立て、チョコを半分脇に置いて俺は、帰路についた。結局、自分の体感したものが何だったかはよくわからないし。俺も調べていくうちに催眠にかかったのかもしれない。締め方がわからないけど、土着信仰ってなんか素敵だよな。というか、明治まで寺という概念がなかったらしい。寺制制度も知らない厨房の創作かよ。檀家制度は当時の国の戸籍管理制度だから、村単位までの希望を取りこぼすことはないと聞いたことがあるな。当時は年貢の取り立てても厳しかったからね。循環型エコロジー生活を送っていますなんて言ったら見逃してくれるわけない。米を作れ米をと強制される。それにアホらしくて上では突っ込まなかったが、当時は四つ足の肉食はタブーだったんだよね。動物名を言い換えたりしてたまにこっそり食べることはあったが、生活の支えになるくらい肉食していて目こぼしされるわけない。鉛類哀れみの霊の頃に集落ごと餓死しているだろ W。鉛類哀れみの霊は、地方によっては無視、あるいは軽視されてたし。廃止後は、その反発のように、獣肉食が広まったらしいけどな。ちなみに、それ以前も、イノシシやクマ、ウサギやキジなどの野生動物の獣肉は、牛や馬、犬猫のような家畜より、はるかに受け入れられてたらしいぞ。山下などの山の民は昭和の初め頃までは存在していたはずだが。214、面白かったよ。山が見ように開いて、空気読まずに10日。今年の3月半ばの話。高校の卒業式も終わり、大学の入学式までまだ数週間あり暇だった俺と友人のヒロシが俺の家でダラダラと漫画を読んでいると、同じく友人の直樹から、車でどっかドライブ行かね?と電話があった。話によると、直樹の兄貴が長期出張に行くことになったらしく、その間車を借りれることになったので、どこか遠くへ深夜のドライブに行こうということらしい。俺たち二人はひたすら暇だったので二つ返事でドライブに行くことにした。ただし、俺たちは免許を取ってから機会があればあちこちにドライブへ行きまくっていたので、地元の周辺はほぼ行き尽くしており、しばらく考えた末に、ひとまず高速に乗ってから、どこか適当な知らない場所で降りてそこから下道を進もう、ということになった。1時間半ほど高速を進んだあたりだろうか、山の中の人気のないインターチェンジが見えてきたので、そこを降りることにした。高速を降りると、予想の反してかなり整備された道だった。人家や店がないだけで街灯も多く、俺たちは雑談をしながらしばらくその山道を進んでいると、運転をしていた直樹が、あの横道入ってみないか?と提案してきた。その横道は今まで走ってきた道とは違いかなり狭く、街灯も何もなく少し不気味な感じがしたが、単調な広い道に飽きてきていた俺たちはその道を進むことにした。横道は予想以上に狭く、ところどころに木の枝が道まで突き出している場所などもあり、三人で、なんか怖いな、などと話しながら進んでいたのだが、不意に後部座席にいたヒロシが、あ、あれは、と何かを見つけたらしく止まってくれと言い出した。続き。助手席にいた俺と、運転していた直樹は何も見ていたなったため、車を路肩に止めた後でヒロシに聞いてみると、
一瞬だが林の中に女の人らしい人影を見たという。俺は、ヒロシが俺と直樹を脅かそうとしているのだと思い、またまた、笑、と茶化すように聞いたのだが、ヒロシは大真面目に。いや、マジだって、とりあえずちょっと引き返してみてくれよ。と真顔で言い出した。俺と直樹は、まあ乗せられてやるか。的なノリで車を引き返し、ヒロシが女の人を見たという場所まで戻ると、さっき通った時は気づかなかったのだが、その場所には舗装されていない下り坂の横道があり、その先には真っ暗な林道が続いていた。直樹が、お前が女の人見たのってここか?と聞くと、ヒロシは、道があったのは気づかなかった、でも女の人は間違いなく見た。ほら、その先にちょっと大きい石あるだろ?あのあたり。というので、半信半疑のまま林道を下り、その場所まで行くことにした。石という会話のあたりまで来ると、その場所は少し開けており、車を止めて降りてみたが周囲には誰もいない。俺は、ヒロシに、誰もいねえじゃん。と、はいわいそろそろネタバラシよろしく的に聞くと、ヒロシはちょっとキレ気味に、マジで見たんだって、と言い出した。仕方なく俺と直樹は岩のあたりを車のライトで照らしたりしていると、岩の裏側の下の方に何かが見えた。最初に直樹がそれに気づき、俺たちは岩の裏側へと回り込んだ。そこで俺たちは背筋に寒いものを感じた。岩の裏側に回ってみると、さっきまで気づかなかったのだが、女物のブーツの片足だけが落ちていた。続き。俺が、もしかして自殺?と一人ごとのようにつぶやくと、直樹が、近くに車とかなかったぞ、どうやってこんなとこまで来るんだよ、置き去りにされたとかか?などとあだこうだ話していたのだが、ふと気づくとヒロシが全く会話に入ってこないことに気がついた。俺がヒロシに、お前はどう思う?と聞いたのだが、ヒロシは林の中の一点を凝視していて全く返事をしない。直樹が、ヒロシ?と聞くと、ヒロシは真っ青な顔で林の中を指さした。その方向を見てみると、背の低い木の枝や草が折り重なっていてよく見えないが、7から8メートルくらい先に明らかに人がいる。さらによく見てみると、女の人のようだ。歳は10代後半から20代前半くらい、服装も普通で何もおかしなところはない。強いて言えば、髪の毛が結構長いのだが、それが顔にかかっていて表情は全く読み取れない。直樹が、なんだ。やっぱ置き去りにされたんじゃね?かわいそうだから家まで送ってやるか。と林の中に足を踏み入れようとすると、ヒロシが、やめろ。と突然大きな声を出した。直樹はそれを意に介さず女の人を呼んだりしていたのだが、俺は、その女の人がおかしいことに気がついた。髪の毛が前に垂れ下がっているから顔が見えないのかと思ったがそうではなかった。続き。首が180度逆を向いていた。俺がそのことに気づいたとき、その女が直樹の呼び声に応えるかのように振り向いた。正確には、背中をこちらに向けた。暗くて目は見えないが、その女の口元は微笑むように笑っている。さすがに直樹も女の異常な姿に気づいたらしく、三人ともしばらく黙ってしまった。というより動けなかった。沈黙していたのは10秒もなかったと思う。突然ヒロシが俺と直樹の手を掴んで車の方へ走り出した。ヒロシに引っ張られ走る俺は、なんとなく後ろを振り向いた。
するとその女が微笑んだまま後ろ歩きで草焼きの枝をかき分けながらこちらへ、向かってくるのが見えた。車に大急ぎで乗り込み、俺が、おい、追ってきてるぞ。と二人に言いながら岩の方を見たのだが、その女が見えない。俺は、あれ？追ってきてないのか？と少し安心していると、必死でエンジンをかけていた直樹が突然、うわぁ、と叫び声を上げた。直樹の方を見ると、運転席側の窓にマニキュアをした、真っ白い手の甲が見えていて、それがゆらゆらと揺れている。ヒロシと俺は直樹に、早く車動かせよ、シャレになんねえよ。とせかし、直樹はものすごい勢いで車をバックさせて元来た道へ戻り始めた。林道から舗装されたさっきの道に戻り、俺とヒロシが林道の方を見てみたが、あの女は追ってきていない。少し落ち着いた俺たち三人はそれからほぼ無言だった。俺は、何かあの女の話をすると現れそうで怖かったのだが、直樹とヒロシも同じ心境だったのだと思う。続き。先ほど降りたインターチェンジから高速に乗り、そこで俺は、とにかく明るいところにいたい。と、途中にあった結構大きいドライブインに入ることを二人に提案して、二人ともその方が良いと同意してくれた。ドライブインに入ると、時間はもう3時頃、人気はほとんどなく駐車場に仮眠中のトラックが数台止まっているだけだったが、俺たちは明るいところに来れたためほっとして急に緊張の糸が切れた。自販機で温かい飲み物を買い、ドライブイン内のベンチでみんな無言でおのおのに飲み物を飲んでいると、自販機のある通路の方から、ふふ、と女の人が笑う声が聞こえてきた。三人とも声に一瞬、びく、としたが、まさかな、と三人で、気のせいであること、を確認するために自販機のある通路へと向かった。そこには、あの女、がいた。体が正面を向いていたため顔は見えない。本来後頭部がある後ろ側から、ふふふ、とさっきの笑い声が聞こえてくる。俺たちはパニックになり反響欄で車に乗り込むと、そのまま猛スピードで車を飛ばし地元へ帰った。その後俺たちは各自進学し、俺は、地元とは別の場所で一人暮らしを始めた。あれ以来、実害はないが時々、あの女、が視界の端に見える時がある。ヒロシと直樹とは今でもよく連絡を取り合うが、二人ともあの日のことは一切口に出さないため、二人にも同じものが見えているのかはわからない。俺は、あの女、が視界の端に見えるたびに気のせいだと思うようにしている。終わり。足がゾクゾクしたオツ。しかし後ろ向きで草をかき分けるってことは相当腕の関節柔らかいんだな。ID、ビーンレイリビーユレイオツ。真夜中の森で、釣ってる人でも発見してしまったのか。と思いながら読んでいて思ったこと。その女と出会うのと、釣ってる人を発見してしまうこと、どちらが怖いだろうか。そして私自身、真夜中に付近。車で1時間圏内くらいの有名スポットへ一人で写真撮りに行ったりしていた時期もあったので今は無理わらその時にそういうことがなくてよかったなぁとしみじみ思ったまあ夜中に一人でスポットしかも写真まで撮ったってあんた何者人間誰しも怖いものなしな年頃はあるものでしょわら二十歳そこそこの頃は暇つぶしとネタ作りを兼ねてよく言ってたよ。そもそも真夜中の一人ドライブが好きだったんでね。ちなみに写真には毎回何にも映らないんだよね。でもこういう話は仲間内では、いいネタ話にはなるので、気が向いたらやってみるといいよ。この場合の、気、というのは、
気力的な意味合いの、気、ね。気力が落ちているときは、些細なことが怖く感じるのでおすすめしない。何も映らなかったのは、もしやその、気、が引いたのか。5年くらい前の話です。友達のアパートに、借りていた DVD を返しに行きました。住宅街。そのアパートには、来客用の駐車スペースがなかったので、歩いて5分ほど離れたコンビニで、友人へのお礼がてらのお菓子やプリンなどを買って、店員さんに、10分くらいで戻るので、車を止めていてよいですか?と了承を得て、友人のアパートへ向かいました。歩いている最中に、黒塗りの車が近寄ってきて、私は、左側の歩道、運転席は右側。丸。車内の音楽が大きい上に、運転席の男性の声が片言の日本語で聞き取りにくかったので、すみません、聞こえませんでした。どこをお探しですか?と、助手席側のドアに近寄った時に、いきなり後部座席から、二人の男性が降りてきて、私の後ろを囲むようにスタンバイして、一人が助手席のドアを開けようとしました。その時、道沿いのマンション、ベランダが車道向けの2階から、どうしました?大丈夫ですか?と、大声で言ってくれた方がいらっしゃいました。その声で、数軒のベランダから人が出てきてくれて、何が起こったの?的な雰囲気になりました。すると、男性たちは急いで車に戻り、急発進で立ち去りました。最初に話しかけられた時には、車内には運転手しかいないように見えました。そう考えると、後部座席から出てきた男性たちは、シートの下にかがんでいたのでしょう。変なこと、および人物、に関わることの多い人生の中で、一番ギリギリだったと思われる事項です。N 県の京王橋、知る人ぞ知る自殺の名所がある。内容から個人特定につながるかもしれないのであえて伏せさせてもらいます。あまりの自殺の多さに欄干には4本の有刺鉄線が貼られているほどだ。そして橋のたもとには小さな供養などがある。夏にはかなりの人が訪れる心霊スポットになっていた。数年前、ちょうど今ぐらいの時期。まだ夜は薄寒かったが、単車を購入したばかりの俺たちはなんとはなしに、行ってみよう、ということになりそこまでツーリングに行った。心霊スポットであることは噂におひれがつくほど聞いていたが、実際に訪れたのは初めてだった。初めてなのに、来たことがあるような妙な感覚だった。デジャブってやつだろうな。話は脱線するが、リングの小説を読んだことがあるかい?こんな描写がある、小説を読んでその場所へ行ってみたいと思う。そこは描写を頼りに記憶描くとこんな場所だろうな、と想像する。しかし実際に現地へ行ってみると、まず間違いなく想像とは全く違う、と。だから噂しか聞いたことがないのにその場所を、知っていた、という時はその一度きりだが、それだけですでにかなり怖かったのを覚えてる。橋の手前にバイクを止め、エンジンを切るとこれでもかというほど静かだった。国道が遠いせいで周囲の騒音は全くなかった。橋の下はダムから流れる川になっており、高さは相当のものだった。夜では下は全く見えない。しばらくいると人間不思議なものでその場に慣れてくるらしく、皆で周辺を探索した。私の友人太郎、亀井、が調子に乗って橋のたもとにある供養塔に右足を乗せ、
友人に写真を撮れと促した。いやそれは本気でやめた方がいいぞと止めたが。聞く耳持たず。結局写真は撮影され、その場では特に何も起こらなかったのでその日は解散した。数日後その写真を現像したということで見たのだが、特に異常はなかった。その年の夏、その友人たちは3人で別の県までツーリングに行った。俺は、仕事で行けなかったため、お土産よろしくと見送った。そして仕事中一本の電話が入る。ツーリングに行った友人からだった。こっちは忙しく電話に出ることができなかったため、後でかけ直そうと思ったが、あまりのコールのしつこさ。仕事だってわかってるはずなのに、とぶつぶつつぶやきながら電話に出ると、あのな。友人は半分泣きながら話し始めた。友人たちが走っていた国道は見通しも良く、彼らもそんなにスピードを出すタイプではないから。事故はまず起こすはずがない、と思っていた。ところが事故にあったのだ。道路にロコッと現れた女の子を避けるために。いわゆる回避事故。だがその女の子は、飛び出した、ではなく、現れた、のだ、道路に突然。それは三人全員が見てるから間違いない。そして太郎は転倒し激しいクラッシュ。二人ともすぐ駆け寄り太郎の身を案じた。一人がそこで女の子に罵声を浴びせようと振り向くと、誰もいない。見通しよく隠れるところも一見すると全くない場所で女の子は現れ、そして消えた。足が痛い、足が痛い、と太郎はしきりにもだえる。それはそうだろう。太郎の右足は完全に大腿部あたりからなくなっていたのだから。そしてどこを探しても太郎の右足が事故現場から見つからなかったのだ。さらに驚いたことがある。その事故から数日後、当時の彼女にアルバムを見せる機会が訪れ、一緒に昔のアルバムから最近のまでじっくり見ていると、あの供養塔に右足を乗せた写真から、彼の右足が消えていた。写真が変化するなんてことがあるのか、心底震えた。結局太郎は義足をつけ、今は平和に暮らしてはいるが二度とああいう場所には近づかないという決意をしたようだ。当たり前な話だが、そういう現場に行く際はくれぐれもご注意ください。できれば行かない方が賢明です。まして薬用等にはそれなりの意味があります。知らずに行ったとしても迂闊な行動を取らぬようお願いいたします。怖いというか不思議な体験をした話です。ある日の土曜日の夕方に、一人暮らし用の小さめの、夜間にお茶を沸かしたところ、翌日の朝になったらもう残りが少なくなっていたので、後で沸かそう、などと思っていました。数時間後やけに喉が渇いたのでお茶を2杯飲んだのですが、ここでふと、こんなに残りあったっけ?と思って蓋を開けたら残りが全く減っていないように見えました。おかしいなぁと思いつつもその時はあまり気になりませんでしたが、また数時間後お茶を飲んでもお茶がなくならず重さも変わらないように思えて、妙に気になりいろんなコップ20杯ほど注いだのですが、夜間は目いっぱい沸かして10杯ちょっと程度です。それでもまだ出てくる出てくる。この夜間が気持ち悪くなり、台所に行ってひたすらお茶を流したのですが、それでもいくらでも出てくるので、蓋を開けてどうなってんだ、と中を確認したら、すでに空っぽでした。その後夜間からはもうお茶は出てきませんでした。この時だけの現象でしたが、今でも不思議でしょうがありません。多分失礼しました。霊かもしれんが、
霊じゃない方向に考えれば、寝不足かなんかが原因の幻覚かな。あるはずのない虫が湧いて這いずり回ったり、白い壁にカラフルな花柄が浮かび上がって動き出したりするくらいだから、もうお茶出てないのに出てるような感触がして、夜間口からお茶が流れ出してるように見えるってこともあるんじゃない？寝て起きて次の日見ても、いろんな容器に10杯分のお茶が残ってたら説明つかんが。大量に貯めておけばこれからのお茶代を節約できたのに。幽霊がお茶を飲みたかったのかも。美味しいお茶どうぞ。って一緒に飲みたかったのかも。いつもありがとう。ってしてたら、良いことあるかもね。あったかも。かな？そう考えると、幽霊かわいそす。この前友人に聞いた話。友人が学院大学に通ってるんだが、そこにサークルとかが合宿するときに使うための寮みたいなんがあるんだと。その近くに、めっちゃ古い廃校になった校舎があるらしいんだが、友人のサークルの2校への先輩が、合宿でその廃校に肝試ししに行ったときなぜかそこにあった子供靴を家に持って帰って枕の後ろに挟んで寝たんだって。そんで次の日、枕をめくったらそこには何もない。昨日確かに持って帰ってきたはずの子供靴がなくってたらしい。その後、その先輩は右足怪我しまくって、大会とかも出場できなくなってしまったらしい。その一年後の去年、大学サークルで合宿行った時にみんなでまたその廃校に肝試しに行ったらしいんだが、友人の一校への先輩がその靴の話を聞いて、興味本位でその靴を持って帰って、同じようにその靴を枕の裏に入れて一晩寝たんだと。そしたら次の日の朝、案の定その靴は枕の裏から消えている。その先輩はぐっすり寝てて気づかなかったらしいんだが、合宿所の同じ部屋に泊まってた友人が言うには、夜中に誰かが部屋に入ってきたらしい。その後、一個上の先輩も右半身怪我しまくりで大会出場断念、あまりにも怪我が多いので、二人してお祓いに行ったら怪我がぴったりやんだそうな。来年あたり俺もその廃校行ってみる予定。もし靴があったら、持って帰りはしないが写真くらいは撮ってくるつもりです。多分失礼しました。でも全部実は、僕が交差点で赤信号のため、停車していると目の前の横断歩道を親子が歩いていた。そして目の前を過ぎ中央に差し掛かった時にスポーツカーがスピードを上げたまま右折してきた。嫌な音とともに子供が跳ねられた。宙を舞いくるくると落ちていくのがスローモーションのように僕の目に焼き付いた。一瞬呆然としてしまった僕だが慌てて車から降り携帯で救急車を呼び母親の元へ駆け寄った。引いた車は見えない逃げた様だ。母親はパニックを起こしており、子供の側で泣きながら助けを求めている。子供の名前を何度も呼び、目を開けて、と叫んでいる母親に危ないからと言い歩道の方に避難してくださいと説得したが、引き入れてもらえず子供の側を離れようとしない。まあ、仕方ないな親としたら当然かもしれない。そこで僕の後ろにいた車の運転手と協力して救急車が車で交通整理した。やがて救急車が到着し、子供と母親を乗せ走り去っていった。僕は、救急車から少し遅れてきた警察官に事故を説明し逃げた車の特徴を説明し、人に着いた。家に帰ったが今日見た事故がショックで食欲が湧かない結局食事は取らずいると、いつの間にか夜も更けてしまい僕は、眠りについた。次の日、仕事を終えテレビをつけると事故のニュースがやっていた。子供は死亡、即死だったらしいあれ？僕は、母親に駆け寄った時に子供が閉じてた目を見開いたのを見たのだが、
気のせいじゃない口も動かしているのも見た。後日引いた車が見つかった。人気のない道路で何かを避けるように急ブレーキを踏みハンドルを切って道路から外れ木に激突しているのが発見されたそうだ。運転手は死亡。あくまで噂なのだが運転手の表情は恐怖で歪んでたという。即死って事件事故から24時間以内の死亡じゃないっけか。そなの？病院に運ばれるまで息があって、数時間に死亡でも即死？ああ、でもそこまでいかなくても、死亡認定するのは医療機関の人とかだろうから。救急車駆けつけた時に完全に亡くなってて、全く持ち直す気配なかったら即死扱いされるんじゃないかな？周りのにいた人や遺体の状態から判断するのでは。発見時にすでに死亡していたら即死扱いっていうのはありえないと思う。24時間というのは死亡事故の基準だな。即死については事故事件後何分以内に死亡とかの具体的な定義はないらしい。事故した瞬間に死亡とかはありえないから、事故直後に生きた姿を見ていても不思議ではない。10年以上前に朝から地域のゴミ拾いでカメラを発見。まだ使えそう、と思い。自宅に持ち帰り中を見たらフィルムは入ってなく、とりあえず拭いて玄関の棚へ置いて夜、今で母親とおしゃべりをしていたらシャーッとカメラのフィルムを巻く音が聞こえてあわあわした。早く処分しなくちゃって思いつつも放置。友達がカメラ欲しいって言うからあげちゃったけど、あれは怖かった。L。本当にあったシャレにならない怖い話します。僕は、中学の修学旅行で群馬に行きました。二日目の夜、近くの畑の周りを一周して戻ってくるという肝試しをやることになりました。肝試しの前に先生が盛り上げて生徒を怖がらせようと話した話をします。僕たちの泊まったホテルに数年前まで小さな宿舎があったそうです。その宿舎はお父さんと、まだ幼稚園生の娘、二人で経営していました。ある雨と風の強い日です。宿舎にずぶ濡れになった男が、今夜泊めてください。と訪れてきました。でも、その日は満室。止めることができないので、父が、すみません、満室なので止められません。と断ったが、男は、どうしても止めてください。お金は払います。物置部屋でもいいので、今夜止めてください。と。父は物置部屋くらいならあるし雨も強いから止めてあげようと思った、その時。娘がワンワン泣きじゃくりながら、お父さん、お父さん、その人止めないで、と言ってくる。父は、お客さんに失礼だから、と言い、娘を叱ったが、娘は、止めないで、止めないで、とうるさい。父親は、いい加減にしろ、お客さんに失礼だし、雨も強い、静かにしてなさいと、怒鳴った。それでも娘は泣きじゃくりながら必死に、止めるな、というが、父親は無視し男を止めた。次の朝、男はお礼をして宿舎を去った。その数時間後、警察がパトカー数台と共に宿舎に訪れて、ここら辺でこの男見ませんでしたか、と父親に写真を見せた。父親は、あれこの人気のうちで泊まっていきましたよ。でも無事たんですか？と聞くと警察が、いや、この男ね、近くの一家皆殺しにしてるんだよ。と言った。父親は絶句、父は娘になんで昨日男を止めるのを、あれほど拒んだか聞いてみた。そしたら娘が、え、だってお父さん、あの人の肩に女の子の首が乗ってたじゃん。こんな話を聞いた。視点をその人のものに修正して書く。去年の秋口のことだった。私は、
彼女を連れてある町の海辺の小さな博物館へ行くことにした。その町は戦前から続く日本でも有数の軍都であり、現在でも自衛隊や米軍の基地施設が数多くある。私は、子供の頃よく両親と来たことがあったのだが、出身県が違う彼女はその町に来たこと自体が初めてだった。学生で車のない私たちの交通手段はバスしかなかったのだが、あいにく博物館の前まで行ってくれるバスまではかなりの時間があったため、博物館の近くの公園行きのバスを使って公園からは歩いていくことにした。土曜、だったように思う。天気も良い上にまだそれほど寒くもなく、公園はバーベキューや釣り、磯遊びを楽しむ家族連れで賑わっていた。園内にあった地図を見ると、小さな山を一つ越えたところに博物館があることが分かった。海沿いの周り道か山道かの二択である。私たちは山道を選んだ。案外急な坂を登り切ると、少し開けたところに出た。戦中まで砲台があったと立て看板に記されていたが、おどろおどろしいような雰囲気は、なく、他の家族連れも参見された。ここから下っていけば博物館である。と、私は、近くに、関係者以外通行禁止、と記された看板のあるトンネルを見つけた。脳内地図を再生すると、どうやらこれを抜ければ博物館まで直線に近い道のりである。続き。とは言っても鉄格子や有刺鉄線で封鎖されているわけではなく、照明がない上に結構な長さがあるものの出口もしっかりと見えていた。どこか会社の持ち物なのか、そこの社員がたまに使うだけでメンテナンスが面倒だから明かりもつけていないのだろうか。などと思いつつ、せっかくだから行ってみよう、と私の中に小さな冒険心が生まれた。怖がる彼女を勇気づけ、なだめすかした、とも言える。私たちはトンネルの中へと進んだ。一切の照明のないトンネルは思っていた以上に不気味だった。足元が見えないのは危ないので、気休め程度にしかならないものの携帯のライトをつけた。別に地面に骨が落ちているわけでも壁に人が楽しみがあるわけでもなく、普通のトンネルが続いた。だが当然ながら、彼女には十分怖かったようだ。のろけであるが、無事に抜けた時の、もう、怖かったんだから、でもずっと手つないでてくれてありがとう、となじるような、だがどこか甘えたような目が忘れられない。あれから結構な時間が経った。あの時私は、カメラを持ち、携帯を持っていた。手など繋いでいなかったと告げるべきか、今でも迷っている。あんまり怖くないかも。学生時代6畳ほどのアパートで一人暮らししてた時の話。ある日、洗濯物をハンガーにかけてベランダに干して、次の日取り込んだら、全く見覚えのない服が入ってたことがある。女性が着る白いチュニックワンピみたいなやつと、ひしたたるの墓の節子が着てそうな子供用の肌着とかぼちゃパンツ。自分の服と、その知らない服が一つのハンガーに2枚かかってるような感じ。干した時そんなのなかったし、3階のベランダに誰かが侵入するのも難しい。チュニックも肌着も誰のかわからないし、友達や彼氏も気味悪がってた。右隣の住民はサラリーマン、左は同じ大学の女の先輩。ずっと部屋にいたしベランダで物音もしなかったのに、かなり気持ち悪かった。中学の修学旅行で、京都に行った。女子の部屋は恋愛話で盛り上がり、寝たのは深夜2時半頃だった。自分は枕が変わるとなかなか寝つけないタイプで、3時過ぎまで、眠いのに眠れない、状態だった。やっとうとうとし始めた時、隣に寝ていた子がもぞもぞと動き出した。
大丈夫。違うけど。ごにょごにょと寝言まで言い出した。ああ、また眠れなくなっちゃう。と耳を塞ごうとした瞬間。6時半ですね。はい、わかりました。気をつけます。と、彼女がはっきりと言った。寝言なのに、冷静でかしこまったような口調に意味もなく鳥肌が立った。翌朝、6時に起床した私たちは眠い目をこすりながら布団を畳んだり、着替えたりしていた。今日の予定などを楽しくおしゃべりしていると、突然外から、ボン、と謎の爆音。びっくりして部屋のカーテンを開けると、ホテルの前の大通りで車が炎上していた。当然、私たちはパニックになり、教師のもとへ走っていった。聞こえてくるサイレン、ホテルのアナウンス。とりあえず落ち着こうと、友達の手を握る。昨夜寝言を言っていたあの子の手だ。6時半、ぴったり。彼女はそう言った後、驚いている私を見て苦笑いした。15年経った今でも友達だが、あの時のことを聞いてもただ微笑むばかりで何も答えてはくれない。ひとまず、839、歯面白い。裏が取れればなお面白い。今日、あった話。横浜に旦那と犬の散歩に行きました。詳しく場所を書くと山下公園です。山下公園と赤レンガ倉庫間に公園があって、そこでトイレに寄りました。入った瞬間嫌な感じがして一度出たんだけど、次のトイレはかなり遠かったからしぶしぶ入りました。一番手前に入ろうとしたら鍵が閉まらず隣の個室へ。で、用を足して手を洗おうとした時、鏡には鍵が閉まらなかった個室が映ってたんです。鍵を見たら、個室に女がいました。髪の毛長い女性がうつむいて立ってました。すんごい悲鳴を上げてトイレから出ました。手も洗えませんでしたよ。たまに見るけど、かなり久しぶりだったので怖かった。これは俺が厨房の頃の話。柔道部に在籍していた俺は、膝を怪我していたんだ。順調に回復していた膝に嬉しくなり山を歩きたくなったんだ。まあ山ってか山頂にある神社へ続く階段なんだけど、わら。その山は霊山としても有名なんだけどその時は何も知らんがき。部の監督に断って山に行く許可をもらったんだ。時刻は夜の7時過ぎ、夏だがもう暗かった。歩ける楽しさを噛みしめながら登った階段。気づいたらもう中腹に来ていた。ちょいとここらで音楽でも流すか。と思って携帯でかけたのがマツケンサンバ。ご機嫌にまた一歩踏み出そうとしたその時。じゃあ、おらあ、おらあ、おらあ。ん？なんだ？と思っていたらまた追撃。あははは、うふふふふ。今度は女の人の声。まずいと思って一目散に逃げ出した。すると後ろから足音がするではないか。ダッシュしながら後ろを振り向くと、白装束の女が霧のようなものを持って走ってくるんだ。人生であんなに速く走った経験はない。人間本気になると痛みなんか忘れるんだな、わら。そんでもっていつの間にか学校に着いていました。なんとかあの女は振り切ったようだ。汗だくで道場に戻り帰ってきたことを監督に報告した。すると監督は、お疲れさん、でも背中のいたずらはあんまり好かないぞ。何のことかと思い T シャツを脱ぐと背中に、こんな感じの敵が赤茶っぽいペンキ？で描かれていました。部の奴らに聞いても誰も知らないって。あれは何だったんだろう？女子トイレの窓を叩くのは？実体験。
昔いた会社での出来事。ある日残業が深夜まで長引き、社内には俺と同僚の二人だけが残っていた。仕事が終わり、同僚が先に外に出た。俺は、社内の戸締まりを確認して最後にセキュリティカードをカードリーダーに通すと、エラーが出た。一ところ窓が開いているらしい。面倒くさいと思いながらもう一度確認して回ると1階の女子トイレの窓が開いていた。窓を閉めて女子トイレを出ようとしたら、コンコンと窓を叩く音がした。はじめはコンコンだったが次第にどんどんと強くなった。俺は、その時同僚がふざけて叩いてるなと思った。セキュリティを作動させて外に出て同僚に聞いてみた。俺、ちょっと、深夜だからってふざけるのはやめてくださいよ。同僚、え？何のこと？俺、女子トイレの窓を叩いたじゃないですか。同僚、知らないよ。大体社内のどこにいたのかなんて知るはずないし。背筋が寒くなった。思えばその日の夜は二人しかいないにもかかわらずセキュリティが誤作動を起こして、サイレンが鳴ったりと変な日だった。その会社は分析会社で時々人の骨や人の歯が検体として送られてくることもあるそうだ。そういうことが関係しているのかもしれない。ごめんなさい。長文な上場テクまとめられてなくて読みにくいかもしれません。一応こんな体験をしましたということです。昔犬の散歩に出かけた時の話です。散歩に出たのは夜中の0時頃でした。川沿いの散歩コースのカーブを曲がると、遠くに1台の車が見えました。車はリアガラスをこちらに向けていましたが、ぼんやりとルームランプがついているのが見えました。中の人はこんな時間に何をしているのだろう？自殺者も多く出る場所ので、その車もそう。おしまい。